シャンクスはすでにウランディスを持っている。現在物語も佳境に差し掛かりクライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで今最も注目したいのが残る古代兵器ウランディス。ロジャーが成し遂げられなかった世界をひっくり返すためにルフィたちは古代兵器を3つ揃えることが必須なんですが、よくよく考察していくと実はすでにシャンクスがウラヌスを持っていると思われるんです。そしてそのウラヌスの正体こそが巨大な幻獣グリフォン。ということで今回はシャンクスが古代兵器ウラヌスグリフォンを所持していることについて徹底考察したいと思います。なおワンピース第1053話までのネタバレ含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずは今回の考察の主役、赤髪のシャンクスについて説明します。この帽子をお前に預ける。かつてロジャー海賊団の見習いで現在は赤髪海賊団大頭を務めるシャンクス。赤髪のシャンクスの異名を持っています。ルフィの命の恩人であると同時に憧れの海賊であるシャンクスはロジャーからもらったと思われる大切な麦わら帽子をルフィに託しているんです。そんなシャンクスの外見はというと異名の由来にもなった赤い髪とピーチにつけられた左目の3本の傷跡が特徴的。また黒いマントを羽織り白いシャツに柄のあるズボンとサンダルを着用しています。そんなシャンクスの性格を一言で言えば楽観的。非常におおらかな性格で自身がどれだけ侮辱されようとも大抵のことは笑って済ませてしまうんです。しかし一方で自分の友人を傷つける輩はどんな理由があろうと決して許すことはなく、助けるためならば自分の身を犠牲にすることも厭わないんです。そんなシャンクスの強さはというと圧倒的な覇気の持ち主。当然武装色、剣文色、覇王色の3種類の覇気を使いこなすことができ、特に覇王色の覇気は一級品。相変わらずすげえ覇気だ。なんとあの白ひげのクルーですらも半端な覚悟では立っていられないほど。また SBS によればシャンクスがルフィ同様魚人島で10万人に囲まれた場合、10万人全員を一瞬で卒倒させることができただろうとのことなんです。またグリフォンと呼ばれる長剣を所持しており、世界最強の剣士として知られるミホークと伝説とも語り継がれるほどの戦いを繰り広げていました。よってですね、基本的な戦闘能力も極めて高いことがわかりますよね。そしてシャンクスはですね、悪魔の実の能力を持つかどうかは現状明らかになっていません。次に古代兵器ウラヌスについて簡単に解説したいと思います。神の名を持つ3つの古代兵器、プルトン、ウラヌス、ポセイドン。第650話のネプチューンの発言によると、遠い昔のワンピースの世界には3つの古代兵器が実在していたことが明らかになっています。そしてこの3つの古代兵器はギリシャ神話に登場する神がモデルとなっていると思われます。そのモデルとなった神はこちら。プルトンが冥府神プルート、ウラヌスが天空神ウラヌス、ポセイドンが海神ポセイドンです。このうち正体が明らかになっているものはポセイドンとプルトン。まずはポセイドンについて。ジョイボーイと同じ時代に生きた人魚姫、もしかしてこう呼ばれてたんじゃないかしら。つまり同じ力を持つ白星姫もこれと同じ名前を受け継ぐことになる。彼女のもう一つの名は古代兵器ポセイドン。第649話のロビンの発言によってポセイドンの正体が白星であることが判明。そしてその発言の直前でのネプチューンとロビンの会話によると、ポセイドンの持つ力というのは海王類を動かす力だと分かりました。次にプルトンについて。プルトンはどこにある。アラバスタ編の第192話のクロコダイルの発言により初めて作中で名前が登場したプルトン。プルトン一発放てば島一つ跡形もなく消し飛ばすと聞く。神の名を持つ世界最悪の古代兵器。続く第193話ではプルトンが古代兵器であるということとその威力の凄まじさについて説明されています。お前の欲しがる兵器の全てが記してあったはずだ。そのありかも。また第218話のコブラの発言によりアラバスタのポーネグリフにはプルトンのありかが記されていることも判明しています。そしてプルトンのありかが判明したのが衝撃の第1053話。なんとワヌ国にあることが光月すき焼きにより明かされるんです。そしてウォーターセブン編エニエスロビー編ではプルトンの具体的な正体に迫る内容についてまで触れられています。プルトンとは遠い昔この島で作られた戦艦の名だ。第344話のアイスバーグの発言によるとプルトンが遠い昔にウォーターセブンで作られた戦艦だということが明らかになったんです。造船史上最悪の化け物だ。そして第355話のトムの発言によるとプルトンが造船史上最悪の化け物ということが判明。つまりプルトンはポセイドンと違って人ではなく船なんです。このようにプルトンについては多くの情報が明らかになっているんですが、まとめるとこんな感じです。ウォーターセブンで作られた戦艦、造船史上最悪の化け物、島一つ消し飛ばす、ワノ国に存在する。一方ウラヌスはというと明らかになっているのは名前だけ。しかしポセイドンとプルトンの情報からウラヌスの正体についてはこんな推測がされています。それは空にまつわる効果を持つというものです。というのも理由は大きく2つあります。まず1つ目はウラヌスのモデルが天空神であることです。先ほど説明したように古代兵器にはモデルとなった神が存在するんですけども、海神ポセイドンがモデルとなっているポセイドンがモデル通り海に
影響を与える効果を持っていたように、天空神ウラノスがモデルとなっているウラヌスは空に影響を与えると思われます。しかし冥府神プルートがモデルとなっているプルトンは冥府に影響を与えるものではないので、モデルは関係ないようにも思います。しかし冥府の神には実はこんな異名があるんです。それは地下の神。よってですね、プルトンが陸に影響を及ぼす効果を持っていることは、地下の神であるプルートがモデルとなっているからだと思われます。次に2つ目の理由はですね、すでに効果が明らかになっている古代兵器が陸と海に影響を及ぼしているということです。地球表面を構成する部分として陸海空の3つの区分がされているんですけども、プルトンは島1つ消し飛ばすという点で陸に大きく影響を及ぼし、ポセイドンは海洋類を動かすという点で海に大きく影響を及ぼしています。では残るウラヌスは一体何に大きく影響を及ぼすのか。そう、空です。よってですね、ウラヌスは空に影響を及ぼすと考えられているんです。このようにウラヌスは空に影響を与える古代兵器であると推測できるので、空イコール天候、つまり天候を操る効果を持つものだと思われています。では古代兵器ウラヌスは一体どこにあるのでしょうか。結論から言うと、ウラヌスはすでに作中に登場しています。それがオーロジャクソン号の巨大な卵です。知らない人もいると思うので、ロジャーの船オーロジャクソン号の卵について簡単に解説したいと思います。巨大な卵が初めて登場したのは第966話のロジャーの各編です。ロジャーがラフテルにたどり着くための最後のピースとして、オデンがロジャー海賊団に加入するんですけども、第966話でも第967話でも、そして第968話でもオーロジャクソン号には巨大な卵が乗っています。この卵の正体をめぐっては様々な考察がされているんですが、間違いなく古代兵器ウラヌスだと思います。最大の根拠は俺たちは早すぎたんだというロジャーの発言です。そもそも海賊王ゴールディロジャーは古代兵器をですね、3つのうちいくつ手に入れていたのでしょうか。結論から言うと0個です。俺たちは早すぎたんだ、それはロジャーの俺たちは早すぎたんだというセリフから証明できます。ジョイボーイ、俺はお前と同じ時代に生まれたかった。とんでもねえ宝を残したがって。俺たちは早すぎたんだ。第968話にてラフテルにたどり着いた後、ロジャーが語っているように、ジョイボーイと同じ時代に生まれたかったことや、自分がラフテルにたどり着いた時代が早すぎたことなどを理由に何か未練を残していることが伺えます。ではロジャーのやり残したことは一体何だったのでしょうか。結論から言うと、ロジャーの未練は世界をひっくり返せなかったことです。俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。第603話、若かりし日のロジャーがレイリーを勧誘するシーンが描かれているんですが、その時ロジャーはですね、俺と一緒に世界をひっくり返さねえかと言ってましたよね。つまりロジャーは世界をひっくり返すために海に出たんです。しかしロジャーはですね、ラフテルにたどり着き海賊王になってもですね、世界をひっくり返すことはできませんでしたよね。そしてロジャーがですね、世界をひっくり返すことができなかった要因は、3つの古代兵器を手に入れることができなかったからです。俺たちは早すぎたんだ。第968話でのロジャーのですね、俺たちは早すぎたんだというセリフの直前にですね、古代兵器ポセイドンである白星が10年後に生まれてくると海王類たちによって言及されています。つまりロジャーたちはですね、ポセイドンが誕生していない時代にラフテルに到達してしまった。つまりロジャーたちは早すぎた、だから世界をひっくり返すことができなかった、こう考えることができるんです。またロジャーはポセイドンだけではなく、プルトンとウラヌスも手に入れていないと思われます。まずはプルトンについて。第967話、ロジャー海賊団はワノ国にあるロードポーネグリフの写しを取るためにワノ国に立ち寄っているんですけども、4年ぶりにしてわずか数時間の帰郷であった。オデンが滞在したのはわずか4時間であり、ワノ国にある古代兵器プルトンを手に入れ4時間で持ち出すことは不可能だと思われます。また第967話の描写を見る限りだと、ロジャーはワノ国から出航するときに戦艦らしくものを引っ提げているわけでもないので、やはりロジャーはプルトンを手に入れていません。ここまでロジャーはですね、ポセイドンとプルトンを入手せずにラフテルにたどり着いたと考察してきたんですけども、ロジャーが中途半端にウラヌスだけを入手しているとは考えにくいですよね。となるとですね、ウラヌスの正体はロジャーの確変で、ロジャーが決して手に入れることができないものとなりますよね。そしてロジャーが確定で手に入れることができなかったと言えるものがたった一つ存在するんです。それがオーロジャクソン号の卵が孵化した中身です。第968話でロジャーが船を降りるときには間違いなく巨大な卵が孵化していないのが確認できます。ロジャーの下船時にも孵化していなかったが、その後はしかしビブルカードによると20年の時を経て卵の孵化がほのめかされており、時は満たしたと言えます。まとめると、ロジャーの俺たちは早すぎたんだというセリフより、ポセイドンとプルトンと同じくロジャーはウラヌスを手に入れることができず、その理由はですね、卵が孵化しなかったからだと言えます。では古代兵器ウラヌスが卵が孵化した生物だとして、その孵化した生物は一体何なのでしょうか。結論から言うと、幻獣グリフォン。一つ目の根拠として卵生生物であること、二つ目の根拠としてウラヌスとグリフォンの特徴が似ているから、三つ目の根拠としてグリフォンの役目が黄金を守護することだから、それぞれ見ていきましょう。まず一つ目の根拠として卵生生物であることです。これは一番わかりやすいですよね。卵ということはですね、卵生生物だと言えます。そしてグリフォンといえば、ワシの翼と上半身、そしてライオンの下半身を持つ伝説上の生物とされており、厳密に
卵性生物かどうかは不明ですが、中世ヨーロッパの宮廷では宝物としてグリフォンの卵を模したゴブレットがあったとされており、卵性生物である説が一般的なようです。次に2つ目の根拠は、ウラヌスとグリフォンの特徴が似ているからです。先ほど考察したように、古代兵器ウラヌスはギリシャ神話に登場する天空神ウラノスがモチーフになっていることから、陸、海、空でいうと古代兵器ウラヌスは空にまつわる古代兵器だと思われます。そして神話の原獣グリフォンといえば、ワシの翼と上半身、ライオンの下半身を持つ伝説上の生物とされています。よってグリフォンは飛行能力という特徴があります。となると飛行能力という点で、古代兵器ウラヌスと原獣グリフォンは重なってくるんです。つまり古代兵器ウラヌスイコールグリフォンという可能性が。3つ目にですね、グリフォンが黄金を守護していたことについてです。実は伝説上の生物グリフォンには大きく2つの役目があるとされています。まず1つ目の役目が天上の神々の車を引くこと、そして2つ目の役目が黄金を守護することです。この役目の中で今回注目したいのが2つ目の役目の黄金を守護することです。ワンピースの世界において黄金で思い浮かべるものといえば、黄金の国ワノ国と黄金都市シャンドラです。大昔、ワノ国が黄金の国と世界に認識されていた頃、第937話、ユキマレが語っていたかつてのワノ国は黄金と呼ばれていました。黄金都市シャンドラはポーネグリフを守るために戦って滅んだんだ。第272話、ロビンによって400年前まで黄金都市シャンドラはポーネグリフを守るために世界政府と戦ったことが判明しています。となるとですね、原獣グリフォンの伝説上の役目は黄金を守ることである、そして古代兵器ウラヌスがグリフォンだった場合、グリフォンはかつてワノ国とシャンドラを守っていた可能性があるんです。そしてくしくもワノ国もシャンドラも世界政府に敵対する国であり、もし古代兵器ウラヌスが800年前に20の国からなる連合国と戦うためにジョイボーイが用いた武器だとしたら筋が通ってきます。ジョイボーイというのは空白の100年に実在した地上の人物なのじゃもん。あの文章は当時この島におった人魚姫に当てられたものじゃもん。そしてネプチューンによると、800年前に古代兵器ポセイドンがいたことが明らかになっていることから、ジョイボーイの元にはウラヌスとポセイドンもあったと思われます。つまりジョイボーイは古代兵器ウラヌスを使い、20の国からなる連合国からワノ国とシャンドラを守っていた。だとしたらウラヌスの正体が黄金を守護するグリフォンしか筋が通らないんですよね。まとめると、卵性生物である、ウラヌスとグリフォンの特徴が似ている、グリフォンが黄金を守護していた、以上3点より、オーロジャクソン号の卵が孵化した正体はグリフォンだと思われます。ここまでですね、オーロジャクソン号の卵が孵化した生物こそが古代兵器ウラヌスであり、その正体はグリフォンだと考察してきたんですが、なぜそれをシャンクスが所持していると言えるのでしょうか。大きく3つの根拠があります。1つ目に、元ロジャー海賊団であり卵の存在を知っていること。2つ目に、元ロジャー海賊団のクルーで現役の海賊であること。そして最後3つ目に、グリフォンが天上の神々の車を引いていたことについてです。それぞれ見ていきましょう。1つ目に、元ロジャー海賊団であり卵の存在を知っていること。シャンクスといえば元ロジャー海賊団の見習いであり、ロジャー海賊団が解散し、ロジャーが船を降りるまで最後まで乗船していました。つまりシャンクスは卵の存在は知っていることはもちろん、ロジャー海賊団解散後に卵がその後どこに行ったかも知っている可能性があります。となるとシャンクスは卵を手に入れるチャンスがありますよね。2つ目に、元ロジャー海賊団のクルーで現役の海賊であることです。元ロジャー海賊団のクルーはシャンクスの他にロジャー、レイリー、オデン、クロッカス、ギャバンなど大勢いるんですが、現在も海賊を続けているのが確定しているのはシャンクスとバギーの2人しかいません。そして卵から生まれたグリフォンが古代兵器ウラヌスだった場合、海賊を引退したレイリーやクロッカスなどの人物にとっては使い道はありませんよね。よってグリフォンを欲しがるのはシャンクスかバギーに絞られるんです。ただしバギーが卵の正体を仮に知っていたとしても、バギーの目的はあくまでも金銀財宝、よって古代兵器に興味は示さないでしょう。つまり消去法でも卵が孵化した生物グリフォンがシャンクスの手元に行く可能性は非常に高いと思われます。次に3つ目に、グリフォンが天上の神々の車を引いていたことについてです。皆さんご存知の通り、シャンクスの剣はですね、グリフォンという名前をしています。そして先ほど解説したように、グリフォンとはですね、ライオンの胴体にワシの頭と翼のある原獣です。そして実は伝説上の生物グリフォンには大きく2つの役目があるとされています。この条件で今回説明したいのは、1つ目の役目の天上の神々の車を引くことについてです。実はグリフォンの役目はゼウスやアポロンなどのギリシャ神話に登場する天上の神々の車を引くこととされているんです。そしてワンピースに置き換えると、天上の神々とは天竜人、車が船と言い換えることができますよね。そしてシャンクスといえば天竜人説。シャンクスが天竜人である根拠を簡単に説明すると、1つ目に世界政府と親密な関係があることについて、2つ目にゴッドバレー事件の孤児である可能性について、そして最後3つ目にシャンクスの好物がロブスターであることです。それぞれ説明していきます。まず1つ目に世界政府と親密な関係があることについてです。第580話、マリフォードにて勃発した少女戦争に突如現れたシャンクスですが、全員この場は俺の顔を立ててもらおう、シャンクスはこのように発言し戦争を終わらせていきました。またそんなシャンクスに対し戦国はこのように発言しています。お前ならいい赤髪、
神、責任は私が取る。しかしですね、冷静に考えてみるとこのシーンは違和感があって、戦国は海軍のトップでありシャンクスは海賊、つまり二人は敵同士。戦国はシャンクスの顔を立てる必要はありません。にもかかわらず戦国はシャンクスの顔を立てているという事実から、シャンクスはただの海賊ではなく政府と何らかのつながりがある人物なのではないか、そう考えることができるんです。ある海賊について話が。またシャンクスといえば天竜人の最高位五老星に謁見が許される唯一と言ってもいいほどの海賊。このことからもシャンクスは天竜人である可能性があります。次に二つ目に、ゴッドバレー事件の孤児である可能性があることについて。赤ん坊なんて久しぶりだな、桃之助に日和か、昔を思い出すな。26年前当時、まだ赤ん坊の桃之助と日和をロジャーとレイリーが抱っこしているシーンですが、この二人の会話からロジャーの船にはですね、昔赤ん坊が乗っていた可能性が考えられます。そして26年前より昔にロジャー海賊団が子供と接触する可能性がある場所といえばゴッドバレー。つまりゴッドバレー事件では天竜人を守るためにロジャーとガープがロックスを倒したことから、天竜人の孤児がいてもおかしくありません。またシャンクスの年齢は現在39歳、そしてゴッドバレー事件が発生したのが38年前と年齢の辻褄も合ってきます。最後3つ目に、シャンクスの好物がロブスターだからです。ワンピース図鑑ビブルカードにて明かされたシャンクスの好物はなんとロブスターだったんですが、シャンクスの他にですね、ロブスターが好物である人物が一人いるんです。それがドンキホーテドフラミンゴ。好物が天竜人の血筋であるドフラミンゴと同じロブスターであることから、シャンクスが天竜人の血筋であることを暗示している可能性もあります。そしてここで話を戻すと、神話のグリフォンが運ぶ天井の神々が天竜人と交差したんですが、シャンクスが天竜人であることから天井の神々はシャンクスと言えます。つまりグリフォンの役目の天井の神々の車を引くこととは、シャンクスのレッドフォース号を引くことと言い換えることができます。つまりシャンクスは古代兵器ウラヌスグリフォンを飼育することができ、シャンクスが所持している可能性があるんです。まとめるとですね、元ロックス海賊団であり卵の存在を知っている、元ロジャー海賊団のクルーで現役の海賊である、グリフォンが天井の神々の車を引いていたこと、以上3点よりシャンクスは古代兵器ウラヌスグリフォンを所持していると思われます。ここまで説明したように、古代兵器には世界をひっくり返すための強力な能力があります。古代兵器ポセイドンであれば海王類をコントロールできる能力、古代兵器プルトンであれば島一つ吹き飛ばすほどの攻撃手段。では古代兵器ウラヌスであるグリフォンの能力は具体的にどんな能力なのでしょうか。結論から言うと、あらゆるものを持ち運ぶ能力。そして仮に古代兵器ウラヌスであるグリフォンがシャンクスの手元にあるならば、作中でたった一度だけシャンクスがグリフォンの能力を利用したと思われるシーンがあるんです。それがマリンフォードの頂上戦争。2年前、白ひ海賊団と海軍本部大岡支部会が激突した天下を分けた大激戦。黒ひげ海賊団が介入し、左手となったエースと白ひげは死亡し、戦争が泥沼化したところに突如介入してきたのがシャンクス率いる赤髪海賊団でしたよね。四号海道との小競り合いはつい昨日のこと、その当人がもうここに。そして第580話、マリンフォードの頂上戦争に突如現れたシャンクスですが、海兵のセリフにもあるように、前日には新世界で海道と小競り合いをしていたんです。その当人がもうここにと海兵が驚くのも無理はありません。というのもたった1日で新世界からマリンフォードに来ることは不可能だからです。シャンクスが現れたマリンフォードがあるのはグランドラインの前半の海であり、新世界と前半の海はレッドラインで分離されています。そしてこの新世界と前半の海を行き来する方法は2つしかありません。1つはコーティング船で魚人島を経由するルート、そしてもう1つはレッドラインを登りマリージョアを経由するルートです。しかしコーティング職人のレイリーですらサニー号をコーティングするのに3日必要だったことから、たった1日で船をコーティングすることはできないため魚人島ルートは不可能。船は一旦乗り捨てて向こうの海で似た船を購入するんだ。また496話にてパッパグから説明があったように、レッドラインを登る場合には船を一旦乗り捨てなければなりません。しかしマリフォードに現れたシャンクスの船はですね、赤髪海賊団のレッドフォース号そのもの。つまりシャンクスたちは船を乗り捨てていないことから、マリージョアルートも不可能になるんです。このように魚人島ルートとマリージョアルート、この2つのルートどちらでもないとなると、やはり新世界にいたシャンクスがたった1日でマリンフォードに現れるのは不可能。しかしこの問題を古代兵器ウラヌスであるグリフォンを使えば解決されると思われます。そう、古代兵器ウラヌスグリフォンの飛行能力を使い、レッドフォース号ごとレッドラインを越えてしまえば新世界からマリンフォードに行けますよね。そして先ほども考察したように、グリフォンはゼウスやアポロンなどギリシャ神話に登場する天井の神々の車を引くこととされています。そしてワンピースの考察会では非常に有名なシャンクスイコール天竜人説から、天井の神々と車をワンピースに置き換えると、天井の神々イコール天竜人イコールシャンクス、車イコールレッドフォース号と言い換えることができます。つまり神話の幻獣グリフォンが天井の
神々の車を引くことは、古代兵器ウラヌス・グリフォンがシャンクスのレッドフォース号を空から運ぶと解釈することができます。想定される流れはこんな感じです。新世界にて頂上戦争の前日、白ひげの首を狙ったカイドウをシャンクスが止め、百獣海賊団と赤髪海賊団の小競り合いに発展。そして翌日、頂上戦争が勃発すると、シャンクスが新世界からレッドフォース号ごとグリフォンに運んでもらい、レッドラインを越えてマリンフォードに到着したという感じでしょうか。よって考察界でよく言われているシャンクス双子説やシャンクス二人説は個人的にはないかなと思ってます。シャンクスは紛れもなく一人であり、古代兵器ウラヌスをコントロールできる存在だと考察します。ちなみにシャンクスが古代兵器ウラヌスである卵から孵化したグリフォンをコントロールできる以外にももう一つ可能性があって、それがシャンクスがですね、トリトリの実幻獣種モデルグリフォンという可能性です。もしシャンクスがグリフォンになれるなら、神話のグリフォンのごとくグリフォンとなったシャンクス自らですね、新世界からマリンフォードまでレッドフォース号を運ぶことができますよね。ちなみにポセイドンが海王類を操る力、プルトンが島一つ吹き飛ばす力、それに比べてウラヌスであるグリフォンの能力は飛行能力だけなんですが、確かに利便性についてはとんでもなく素晴らしいんですけども、破壊力についてはですね、ポセイドンやプルトンに見劣りするんです。よって古代兵器ウラヌスは何かしらの攻撃手段も備えているはず。おそらく空にまつわる能力なので、ストレートに考えるとグリフォンはですね、ビッグマムやナミ以上にあらゆる天候を自由自在に操れるという可能性もありえますよね。という感じでですね、考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。